ただいまご紹介をいただきました、この度の仙台市議会議員選挙に6期目の挑戦をさせていただきます、鈴木博康でございます。本日は夕方のお忙しい時間ではございましたが、この場所をお借りいたしまして、会頭からのお訴えをさせていただきますので、どうかしばらくの間のご静聴よろしくお願いをいたします。私は5期20年、皆様のお力添えをいただきながら、市議会議員として市政の場で働かせていただきました。この度、6期目の挑戦をさせていただくことになりました。本日から9日間の選挙遊説がスタートしたところでございますが、地域の皆様には大変大きなマイクで失礼をいたしますけれども、どうかご協力のほど、ご理解のほどよろしくお願いしたいというふうに思います。これまで5期20年という中におきまして、皆様方から様々なお声をいただきまして、実績も作らせていただき、皆様の声を形にしてまいりました。その中で今日は一つこの地域に関係をするところでお話をしたいと思いますけれども、今街頭におきましてビラもお配りをさせていただいておりますが、この地域の中に阿蘇と長町中央公園というのがございます。この中央公園は多くの保護者の皆様が子ども様を連れて遊びに来る遊具もあるいい公園でございます。大学の中でも大きい公園でありますので、多くの方々がお休みの際には子どもさんを連れていらっしゃるわけでありますけれども、地域の近くの方々であれば徒歩で来ることが可能な公園でありますけれども、この公園から離れている方々は子どもさんを連れて車でいらっしゃるということの状況がございました。その際に車でいらっしゃいますので、公園には実は駐車場がございません。駐車場がないということで、車で来た際にちょっと遊ばせたいということで路上駐車をしてしまうということがございました。その時に近隣の方々から注意をされたり、または駐車違反ですというようなことになったりというようなことで、何とかこの公園に駐車場できないんですかというようなお話をいただいたわけでありますが、公園に駐車場はなかなか難しいということの中で、これを解消するために何かできるものはないのかということで思いを巡らすときに、たまたま向かい側に山田電機様が出店をするということがございました。その際に山田電機様の駐車場多くございますので、一角を例えばこの子どもさんを連れていらっしゃる方々であったり保護者の方が止めるような駐車スペース貸してもらえませんかというようなことを思ったわけでございます。公園の管理は区役所でございますので、区役所の方にもそのようなお話をした際に、そうやってお貸しをしていただけるのであれば大変ありがたいというようなことになりました。そして山田電機様にもそのようなお話をしたところ、社会貢献として私どもが地域に何かプラスになることができるのであればやらせていただきましょうということになりまして、私が橋渡し役となりまして、大役と山田電機様での協定を結ばせていただきました。その協定が SDGs 等に関する協定ということで、その中に子育て支援であったり地域貢献であったりということが盛り込まれておりまして、その一環として山田電機様の駐車場の10台を未来っ子パーキングとしてお貸しいただけることになったところであります。小さな子どもさんを連れていらっしゃる皆さん、車で来てもその無料の駐車スペースを借りて止めて遊ばせることができるということになったわけであります。これはまさに地域の皆様の声、何とかできないのか、どうしたらこれを解消できるのかということで思いを巡らさせていただいて実現をしたところでございました。今回の選挙戦、私たちは物価高騰でありますので、この物価高騰対策の中で今日は一つだけこの場でお話をさせていただきたいと思っておりますが、これまで国から地方創生臨時交付金が入ってきたことがございます。仙台市におきましては昨年は令和4年度72億円であります。そしてその物価高騰対策の中で子どもたちの学校給食費、賄い材料費、いわゆる材料費も上がっておりますので、給食費が材料費の高騰と合わせて給食費にも反映をしなければならないという状況がありますが、この臨時交付金を活用して給食賄い材料費を上げない、上がった分は給食費に反映をさせないということにするべきだということを訴えさせていただく中で、令和4年度学校給食費は据え置きです。
そして令和5年度におきましても据え置きをすることができました。国からこれも4月に入ってきました臨時交付金を活用させていただきました。一方でやはり学校の給食なんとか無償化できませんかというようなお話をいただきます。ぜひともこれは今回実現をできるように進めていきたい、このように思っているところであります。なぜならば大田区であったりまたは大阪府の堺市であったりなどにおきましては、この交付金を活用して2学期や3学期のみなんですけれども、まずはそこから無償化をしている自治体もあるわけでありますので、ぜひともこの学校給食費無償化に向けて取り組みを進めてまいりたい、このように決意をさせていただいているところであります。今回の選挙は大変厳しい選挙だというふうに思っております。定数12の立候補者の中に16名が忍びを削って今日は掲示板にポスターを貼っておりました。このような選挙戦を勝ち抜いて再び皆様のために、そしてこの大白区のために、仙台のために、この町に住んでよかったという町にするためにしっかりと取り組んでまいりたい、頑張らせていただきたい、このように決意をさせていただいているところでございます。どうか皆様のお力添えを、鈴木博康ありがとうございます、鈴木博康に賜りますよう心からお願いを申し上げまして、ご当地お借りいたしましてのご挨拶とお訴えとさせていただきます。ご清聴いただきました皆様、そしてまたこのお訴えを聞いていただいている皆様におかれましては、どうぞ最後の最後までご支援賜りますことをお願いを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。